皆さんこんにちは。リーグオーダーに入っている2017年ラミレス選手をもう一段階スピリッツ解放しようか悩んでいるみるみるでございます。はい、というわけで今回の動画はこちらになります。はい、こちらですね。ついに登場となりました2020年プロスピセレクション第2弾について動画を撮っていきたいと思います。事前のダルビッシュ選手のツイッターからの情報により、ヤクルトでは吉典選手が登場することが決定していました。先日の動画でですね、吉典選手の能力予想なんていうのもやっていますので、もし興味がある方はそちらの動画を見て、私のね予想を見てからこちらの動画を見ていただけるとさらに楽しめるのかなと思っております。はい、それでは今回の動画テーマになります。今回はね3本立てでいきたいと思います。まず1つ目ですね、こちら吉典選手の選手としてのね紹介とプロスピエースとしての能力の評論をまずやっていきたいと思います。その後ですね、無課金純正ヤクルト勢としてこのセレクション第2弾吉典選手を狙って引くべきなのかっていうところを解説していきたいと思います。そして最後に、先日のイベントで獲得したTS 第5弾の S 契約書、こちら手に入れましたので、吉井正人選手を狙ってこちらの TS 第5弾の契約書を開封していきたいと思います。いつものように概要欄にタイムスケジュールを載せておきますので、お好きなところからジャンプしてご覧いただければと思っております。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは吉典選手の評論からやっていきたいと思います。いや、写真かっこいいですよね。これ今回は2010年の成績の吉典選手が登場したんですけれども、この成績の吉典選手というのはプロスピエースでは初登場になります。吉典選手がヤクルトに入団したのは2007年になりますね。2007年のドラフト1位でヤクルトに入団されました。長年ヤクルトに在籍されてはいたんですが、怪我に悩まされることも多くて、登板数自体はそこまで多い投手ではないです。2018年のオフにはヤクルト自由契約になってしまうんですけれども、そのオフにですね楽天へ育成ですけれども移籍することになります。ですがね、2019年には再び支配下契約を手に入れることができております。はい、今回ね登場している2010年の能力を見ていきたいと思います。まず成績ですけれども、12勝9敗というところで、投球回が167に対して奪三振149っていうのはかなり奪三振多い数字かなと思われます。寸評を読ませていただきますと、3年目は初めて規定投球回に到達、プロ初完投に加えて初完封も記録し自己最多の12勝を挙げた、スピードボールで話題を独占というところで、この2010年という年が吉典選手のキャリアハイの成績を残された年になりますね。はい、またこの年にね自己最速の161キロを計測されました。大谷選手がね161キロをね優に超えて投げるようになったんですけれども、その前の最速記録、日本人最速記録を持っていたのはこの吉典投手になるんですね。今回ダルビッシュ選手がこの吉典選手を選出したというところで、ダルビッシュ選手との関連性を調べてみたところ、ダルビッシュ選手とは共にね自主トレを過去にしていた経験があるそうです。2018年に育成契約で楽天に行くことになった時も激励のコメントを送っていたりしていたようで、かなり仲の深い関係なのかなと思っております。でまたね、この吉典選手実はねめちゃくちゃ歌がうまいんですよ。これはね結構プロ野球好きの方でしたらご存知の方も多いかもしれませんが、ファン感謝祭では吉典選手がミスチルを歌うなんていうこともよくあって、投球はもちろんのこと歌唱力もね素晴らしい選手でした。吉典選手の紹介は以上になります。はい、では続いてプロスピエースとしての能力を寸評していきたいと思います。その前にですね、前回吉典選手の能力を予想しておりました。その予想していた能力がこちらになります。割とね自信がある予想だったんですけれども、実際どうなったのか早速見ていきたいと思います。はい、まず目に留まるのがこちらですかね。スピリッツ3500というところで、前回のセレクション第1弾でもご紹介したんですけれども、通常の S ランク3400よりも100高い能力で登場しております。能力の方を見ていきますと、これがですねちょっと驚きですね。はい、球威79、制球62、スタミナ80というところで、驚きのスタミナ型で登場いたしました。はい、調合をねつけることによって球威とスタミナの同値を狙える能力ですので、かなり使い勝手のいい能力なのかなと思っております。スタミナ型になると思ってなかったので、ここで予想は外れておりますね。はい、制球は予想よりもやや高めだなという印象がありました。続いて、球種の方を見ていきたいと思います。球種の方ですけれども、やはりこちらですかね。ストレートがね161キロ、球威 B というところで、コナミさん161キロで登場させてくださいましたね。で変化球の球種自体はストレートを含めて 1,2,3,4,5,6,7 球種に
になるかなと思います。そして第二球種もありまして、同じ方向ですね、高速スライダーに加えて小さめのスライダー、そして下方向の変化球でいうとチェンジアップとフォーク、こちらねそれぞれ同方向の球種をね2球種持ち合わせています。さらにツーシームファスト、こちらが球威は F なんですけれども156キロというところで、かなりスピードの速いツーシームを持っています。これはですねリアタイでかなり使い勝手がいい球種になるのかなと思っております。やはりねツーシームがリアタイでかなり有効な球種になっているので、この球速でツーシームが投げられて同方向に2球種も持っているっていうのはかなりリアタイで使いやすい選手なのかなと思っております。続いて特殊能力ですけれども、2018年のねシリーズ1で実は吉典選手 S ランクで登場しているんですけれども、その時ですね対ピンチっていうのを持っていたんですけれども、こちらが消失しました。これはちょっと残念なところかなと思っております。その分ね荒れ玉になっていたりとかするので、特殊能力自体は2018年シリーズ1の方が良かったかなっていう印象はありますね。育成の面で見ていきますと、やはりセレクションの選手っていうのが A ランクの輩出っていうのが基本ないので、非常にね育成は難しい厳しいことになるのかなと思っています。事前にダルビッシュ選手が、この吉典選手は純正のね最強決定戦で順位をね左右するような投手になるっていうような形で書かれていたんですけれども、まあ確かにこの能力はかなり強いと思います。やはりね称号までつけて9位スタミナの同値を狙っていくのが一番いいのかなと思っておりますね。というわけで吉典選手の能力の評論でした。はい、では続いてこちらの問題について語っていきたいと思います。はい、こちらですね、無課金純正ヤクルトはセレクション第2弾を引くのか引くべきではないのかというところを解説させていただきたいと思います。今回のセレクション第2弾無課金ヤクルト勢はめちゃめちゃ欲しいけどスルーとさせていただきました。まあここはね正直予想できた方は多いかなと思います。なぜスルーなのかっていうお話なんですけれども、まあ基本的にやはり無課金純正としては確定のないガチャに関しては手を出さないっていうところが定石っていうのが過去の動画でもお話しさせていただいております。特にねこのセレクション、まあ第1弾第2弾っていうところは正直無課金が手を出すガチャではないと思っています。課金者専用のイベントといっても過言ではないと思っています。スルーの理由のもう一つの理由としましては、アニバーサリーのねエナジー確保、やっぱりこちらを最優先すべきかなっていうところがあります。特にね今年のアニバーサリーセレクションなんですけれども、前回の動画でもお話しした通り、今回のセレクション第1弾第2弾で登場した選手っていうのがバレンティン選手と吉典選手なんですよね。この2名の選手っていうのは現在ヤクルトの現役選手ではないんですよ。となってくるとアニバーサリーで今回登場する選手っていうのが現役の選手の中でもかなり強力な選手、人気の高い選手が登場することが確定しております。ですのでその2選手をね確実に獲得していくためにも、このガチャには手を出さずにエナジーを温存していくっていうのがベターなのかなと思っております。まあ、とはいえね入手したい方っていうのももちろんいらっしゃると思います。まあほぼ無課金では手に入れられないと思っていただけた方がいいんですが、もしねエナジーが余っていたりとか吉典選手をどうしても引きたいという方に向けて吉典選手を手に入れる方法をまとめてみました。入手する方法としたらこの2点になるかなと思います。まず1つ目が余剰エナジーで神引きをする、2つ目がセレクションミキサーのセレクトミキサーで狙っていく、この2つの方法になるかなと思います。前回のねバレンティン選手の時にも説明させていただいたんですけれども、今回のセレクション第2弾についても購入3回目6回目9回目については S ランクのねセレクション選手が1枚確定ということになっています。というわけで90連まで回せば最低でもセレクションの選手が3枚手に入ることになります。ですのであとは残りの2枚をねどれだけ早く手に入れられるかっていうところが勝負の鍵になってくるかなと思っております。この2枚が90連までに引ければ助かるんですけれども、全然引けない場合っていうのもあるので、正直ゴールが見えないガチャです。かなり恐ろしいです。無課金としてはエナジーをね追加できないので、もしも最悪吉典選手が登場しない、または吉典選手を手に入れるまでのセレクション選手を5枚集めることができないっていうようなオチも我慢できる人、その現実に耐えられる人についてはこのセレクション
無課金で引くっていうのも一つありかなと思います。この動画を見られてる方は純正の方が多いかもしれませんが、もし12球団をやられている方で今回の登場選手基本的にどれでも手に入れられるなら嬉しいっていう方は30連だけ引いてみるとかっていうのも方法としては全然ありかなと思っておりますが、基本的にはやはり無課金はね手を出すべきではないガチャかなと思っております。というわけで無課金純正ヤクルトセレクション第2弾を引くべきなのか問題について解説させていただきました。はい、ではここまででセレクション第2弾のお話は終わりとさせていただきまして、ここから前回のイベントピースを狙えでの累計報酬 S ランク TS 契約書第5弾こちらを引いていきたいと思います。吉井選手ね、全同値というところでかなり強力な選手ですので、8月20日の純正最強決定戦に向けては神引きしてオーダーに組み込んでいきたい選手であります。それでは S ランク TS 契約書第5弾受け取っていきます。よろしくお願いします。いやー本当に欲しい、本当に欲しい。やはりエナジーを無駄遣いできない以上、ここの神引きでねチームを強化していかないと無課金純正はかなり苦しい戦いを強いられると思っております。それでは吉井選手いらっしゃいませ、お願いします。お、演出はかなり熱いですね。これは来るかもしれない。頼んだぞ吉井さん、頼む、うちのオーダーを強化してくれ、頼む、来い来い。がー石原選手。はい、というわけで吉井選手は当たらずというオチになりました。最近動画で引けてないですね。はい、石原選手ありがとうございます。はい、というわけで今回はプロスピセレクション第2弾吉典選手について解説をしていきました。いや吉典選手ね、好きな選手ですし強力な能力で登場したのでかなり欲しいんですけれども、やはり無課金としてはちょっと手が出せないガチャになってしまうのは仕方ない部分なのかなと思います。やはりね無課金でやっている以上我慢は仕方ないです。はい、まもなくね純正のね最強決定戦が始まりますので、リーグオーダーもねなんとか頑張って強化していきたいところです。皆さんも頑張っていきましょう。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピ S の動画ヤクルト純正目線でこれからも動画をね作っていきたいと思っておりますので、ご意見ですとかご質問ですとかこういった動画撮ってほしいなんていうご要望ございましたらコメントまでいただけると嬉しいです。高評価とかねチャンネル登録もしていただけますと動画を作る際のねモチベーションにつながりますので、ぜひね動画を閉じる前にポチッと押してっていただけると嬉しいです。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。次回のプロスピエースの動画でお会いいたしましょう。それでは。